こんにちは、千葉大の入試問題になります。今回この問題を解いてみたいと思います。じゃあチャレンジしたい人はね、ぜひ動画止めてやってみてください。行きましょうか。さあ、二次方程式の解の一つが整数だからって言ってね、解の公式使っていったりするのは、まああまりうまくありません。で、少なくとも判別式0以上じゃなきゃダメだよねってかって考えて、これやろうとするとプラスだから宙に浮いてるんで、これもうまく逃げられちゃうんですよね。だからどうするのって困ってしまいがちなんですけど、二次方程式の解のお話が出てくるときは、いつでも解と係数の関係は飛び出る可能性がありますから、もしかしてこれ解と係数の関係使えないかななんてことをね、ちょっとでも頭に思い浮かべてくれると瞬間的に終わるんですよ。ちょっとやってみようか。はい、2解をアルファベータとすると、解と係数の関係使ってこういう2つの条件式が登場しました。さあ、実はね、ここでもう勝負ついちゃうんだけどさ、問題文読むとね、少なくとも一つ整数って言ってるから、まあ、どちらかを整数と決めていいよね。じゃあ、アルファ君、君整数ってことにするよ。こちら、はい。A も一応整数 A と書いてあるもんね。よし。じゃあ、君、今日整数ってことにするよ。なんだよ、この問題そういうハメかよって。それがお前のやり方かって感じでしょ。わかる？少なくとも一つって言ってたけど、実は A が整数ならば両方とも整数になるしかないわけよ。だから結局少なくとも一つってのはもうフェイクで、二つの整数解を持つって問題と同じだと考えちゃえばいいわけ、ね、だからまあこの二つから、足してあげて A かなんか消してあげたらすぐ出てくるんじゃないかな。よし、じゃあ足してみようか。はい、するとこんな感じになったよね。で、こういうね、二次式で二文字なんだけど、二乗じゃない形の時はね、まず、ここの係数1にしてあげるのよ。で、アルファベータが出てくるってことは、こういう因数分解ができたんだろうなってまず予測立てるわけ。で、ここに1アルファが出てきたってことは、アルファかける1が出てきたはずで、ベータが出てくるならば、1かけるベータが出てきたはずなわけ。だからこれ結局こういう風な形を持ってるから、この3つが出てくることになるわけよ。もちろん勝手に足す1かける足す1の1を追加しちゃったから、その分は引いとかなきゃいけないけどね。はい、じゃあマイナス1をこっちに移してあげれば、さあ、ってことでね、まあ、こういう形、積の形が無事作れました。さあ、そしたら何も考えないでね、倍分け1、6とかね、いっぱいやっててもいいんだけども、今回アルファベータの対称性がある式なんでね、こっちのがちっちゃいよとかって仮定しておくと少し計算が楽です、ね、ということで、こっちのが小さいと仮定するよとか、さっき言ってたね、両方とも整数になるぞとかってものを一応文章に残しました、ね、そしたらこんな感じ。はい、あとはベータの積のがでかいぞってことで4パターンしらみつぶすと、こういう形のものが出てきますわな。はい。で、あとはそれぞれ、アルファ、ベータを定めるって感じで、うまくぴょいぴょいぴょいと持ってくると、まあ、ちょうど無事、こういう4個の値が出てきました。さあ、あとは、それを足して、マイナス1倍すれば、A が出てくるからね。はい、じゃあ足して、マイナス1倍していくと、はい、答えはこの4個ということでした。さあ、ということでね、今回は、解と係数の関係を利用するタイプの問題をね、1問やってみました。まあ、このように整数問題っていうのは、本当にいろんな問題があるんだけども、とにかく、ここで考えてほしいことはね、積の形を作るか、範囲を絞るか、この2個なんでね、積の形を作る、範囲絞る、一生懸命そういうことを考えて、絞り込んでてください。じゃあ今日はね、この辺で終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。